はい、こんにちは。あ、間違えた。こんばんは。もかたろうです。いや、久しぶりにコナンできる。めっちゃ嬉しい。あ、ビフィズス菌いただいております。あ、やっとゆっくりできる時間ができた。ってことでね、なんかバタバタしてる間にコナンの大型アップデートがあったりなんだりしてるので、いつものダツさんを呼んで、いろいろ見ていきましょう。それではスカイプか。モニターから音出てるわ、これ。あらららら、トイレ。あ、できた。いや、久しぶりだから。いや、トイレの、しかもスカイプも携帯やし。もしもし、今トイレやねんけど。今トイレにいらっしゃるの？今トイレにいるのかい、君は。じゃあそのままでいいから、そこにいなよ。私コナンやってるからトイレいないよ。すぐ。あ、わかりました。あらららら、いろんな角度からスカイプの音が来ちゃった。大変。あ、大丈夫？大丈夫。アナル。アナル。アナル。なんで今日、ダツさんどうしたの？いや、なんで。音調整に随分時間かかって、13分もかかってるよ。何してたの？今ね、すごいトラブルが起こってた。何？トイレ行ってたんだよね、さっき。そう、トイレ行っていいだ。拭いてないとか？いや、ちょ、気持ちよくて。なかなか出てこられ。ちょっと聞いてよ、ダツさん。大型アップデート、ちょっと見た？もう解約アップデートだよ。解約。びっくりした。解約するんかと思った。どこも？返金かと。ちょっとこれ、コナンユーザー、ちょっと納得しないんじゃないの？今回の大型アップデート。あー、確かにそうかも。先にちょっとお家の中入って、いろいろ見てくるね。いや、案内しといて。まあ、多分みんなもう知ってると思うんだけど、コナンユーザー。びっくりなの、今までさ、ほら、大釜でアロエエキスとか、染料とか作れたはずなんだけど、この4種類しか作れなくなっちゃったの。じゃあ染料何の施設になるのっていうと、一応作ったんだけど、改良染料台みたいなのがあるんだよ。これ、うんうんうん。染料作業台。見てよ、この大きさ。ちくわみたいなの。これ。これをわざわざ染料を作るためだけに、この幅の設備を置かなければいけなくなっちゃったの。で、ポンって中見てみると、線化粧とか、うん、まあ染料だよね。でもちょっと待ってよ、アロエエキスじゃあどこで作るのっていう話になるじゃん。アロエエキスはね、また別の作業台に分別されちゃったの。それがこれなんだよね。改良錬金作業台。この中で、ほら、アロエエキスを作ることができるっていう。だから大釜は3分岐しちゃったんだよね。そうやね。あれじゃないの？拠点も広くしなさいってことじゃないの？不便だね。うん。だってお家はお家でも自分のサイズが決まってるから、お家を作ってるわけだから、うん、途中で施設ちょっと分岐するんでお家広げてくださいって言われても、お隣さんももういらっしゃるわけだしさ、こう、そう難しくなってくるよね。2階建てのタワーにするか3階建てのタワーにするかみたいな。じゃどうなんだろう、今までのその長く続けてたコナンユーザーさんはこの大型アプリをどう捉えてるんだろう。ちょっとやっぱりびっくりじゃないの。あれ？なんでって多分って思っちゃったよ、私は。うん、え、こういう感じのアップデートっていう。てっきり、もっといいアイテム、もっといい強い武器、防具が出てくるのかなと思って、ワクワクしてたんだけど、うん、ほら、修理屋の作業台とか新しくできちゃったりなんだりして。うん。これは一体何なのって思うと、キットなんだよ。キット。防具作るやつから分裂したやつやね、それは。だからこんなでかいやつが今まで家事作業台と一緒になってたわけじゃん。そう。で、その代わりこのでっかい、修理屋の設備を置かなければいけないという。うん。これって、非効率だよね。場所取りがひどくなったって感じかな、より。ああ、嫌いだわ。嫌いだわ、今回の。なぜわざわざこれをやったかっていうのがよくわかるんだ。そこなんだよね。うん、嫌いだわ。大嫌い。大嫌い。あれ大好きってなかったっけ？あ、それでね、カズさんが、その改良の改良系の設備を2つ作っておいてくれたんだよね。
でそれを好き勝手置けって言われたから好き勝手置いてみる、うん、でねその2種類は熱効率に優れた炉、あーはいはいはい、で次が燃料効率に優れた炉、いずれも炉なんだよね、うんうんうん、ちょっと置いてみようかじゃん、うん、ダツさん今どこにいる、今向かってる、じゃダツさん来たら置くわ、はいはい、ちょっと待ってな、ダツさん私ここ最近すごい忙しかったんだよ、残念なお知らせをね、あったもんね、残念なお知らせってない残念お前なんか残念なお知らせ栃木県がワースト1位になったそれ観光地でしょ確かに残念なお知らせだ、魅力度ランキングが毎大会になったっていう、うん、でも栃木県は確かに最下位になってもおかしくはないかな、うん、遊ぶところから離れてるんだよね、あ集中型じゃないんや、そう集中型じゃない、遊園地行った後に USJ ってなんだそれ食べ物それ、ユニバーサルスタジオジャパン、あんなシャレたのあるわけないでしょ、ナスハイランドパークだナスハイランドパークだよ、聞いたことない今作ったの、で私飲み物がないんだよね、何のえ飲み物今、うん、だってさちょっとじゃあのジュース持ってくるわもしもし、はいはい、ただいま、何持っていた Water、 はい、アイダブルハーバーじゃないの、 No、 アイダブルハーバーさ、あれなんでくれたの、いやいや遅れって言ってんよ、え遅れって言ったからさ、遅れ遅れなんて言ってないよ、帰ってたのそれひどいひどいあのさ、うん、あの飲んだ感想言ってたやんか、あのうん、なんて言ってたっけ、木樽の味がするって言ってたやんか、そう樽のね、樽の芳醇な香り、うん、これ木噛んでたらいいんじゃないの、私え木噛んでたらいいんじゃないの君は今ウイスキーゼとワインゼを手切りました、うん、木噛んでたらいいんじゃないの、君だってお肉焼くときに桜チップ焼くでしょたまにしかせんすね、やってるでしょ、あれは匂いつけてるから、まあ、これも同じ要領じゃないの、香り付けという、噛んでたらいいんじゃないの、えあのそういえばあのスズメバチ天ぷらにすると土の味するらしいよ、あそういえばさダツさん、はい、今日私とちょっとしたゲームやったよね、何でしたっけ、パイプユニッシュかパイプフィニッシュかどっちの名前が正しいかかけるっていうゲームをしたよね、で私はパイプユニッシュと答えたはずなんだ、でダッツさんがいやパイプフィニッシュだよ、ユニッシュって何よっていう話になってる、じゃあいいよ、もし会っていた人、はいはい、3つ願いを叶えてもらおうっていうルールで、うんまあ、シェンロンだよね、シェンロンゲームをしたよね、で結果的に、まあ、私が勝利したわけで、うん、ということは俺はねちょっともうフィニッシュしすぎ、お前ちょっと一回病院行った方がいいんじゃないかち大丈夫かい、フィニッシュしたすえなんだな、何が言ってんだよ、なんでえ大丈夫かい戻ってこい戻ってこいってことでね、3つの願い、まず1つ目ね、ミミズ食べよう、蜂の子にして、蜂の子、蜂の子、蚕でもいいよ、蚕、いや命で遊ぶのやめよういや、だいたいみんな遊んではないよ、まあ食べるけどさ、うん、じゃあこの話じゃなかったということで、そうだな